栄冠ナインクロスロード新クラス実装決定。ハイパークラスが来るぞ。期間限定ロード世界の栄冠終了と同時に新クラス解放の流れ。今後はクラス解放から限定ロードのローテーションになるのかな。期間限定ロードの開催期間はたっぷり3ヶ月あったわね。栄冠クロスのアップで周期は6週間。限定ロードは2回分やってたな。限定ロード終了の6月5日から1周年までは15週間。周年イベントで限定ロード来るか?6週間周期の余りをどう扱うのかしらね。周年で新限定ロード実装ならクラス解放と限定ロードでそれぞれ3ヶ月周期になりそうね。15週はほぼ4ヶ月だけどな。まだ1年目だからスケジュール感がわからないわね。それも含めて楽しみにしておくんだぜ。では事前情報を整理していくわね。公式からの情報が増えるのはとても良いこと。グラウンドがついに黒土になるとか、甲子園優勝で金特本が確定とか、育成面の強化ね。一番大きいのはマネージャーの進路相談で間違いないけどな。看護師とアイドル不足は深刻なのよ。一応バージョン 1.2 で看護師の情報修正があったのだが、それでもいなくなることがある。検証結果は看護師 20%。街から看護師が消えたことが何度か。検証ではアイドルが 14% で両方揃って街から消えたことは一度もない。だが、どちらかだけというのは何度かある。そういう事故が起きにくくなるのはいいわね。体力管理が厳しいのに回復手段が限定的という、プレイヤーに厳しいゲームだからな。あとはこの他にも目玉パネルはいろいろの部分も気になるわね。パネルが増えるのは楽しみだぜ。そして大幅な難易度調整として成長版コンプ効果の超情報修正。やけくそで草。難易度が異常だったものね。そのせいで辞めた監督さんもいっぱいいるんだろうな。公式戦を負けるだけのゲーム。甲子園優勝まで、ルーキー29年、ノーマル6年、ハイノーマル20年、スーパー83年。世界の栄冠は最初から勝てたから楽しかったんだぜ。これだけの情報修正があれば、地獄のスーパークラス、みたいなことにはならなさそう。これは、過去の難易度調整の失敗を認めた結果だと思うので、さすがにハイパークラスが、この情報修正があっても地獄、みたいなことにはならないと思う。これだけ倍率が上がると、ハイパーでは県大会で負けたのに総合力最高を更新、みたいなことがありそうね。6月5日に世界の栄冠で春高優勝からの県大会で負け。だけど総合力更新ってのはありそう。クラスアップが選択式になったり、遊びやすくはなっているのよね。ハイノーマルが終わってないのにスーパーにぶち込まれた人たちは、世界の栄冠で救われただろう。この調子でもっと遊びやすくなってほしいわね。スキップ速度は今の場合あっていいし、試合は即結果画面でもいい。それじゃあ6月5日までに世界の栄冠で終わらせておきたい宿題を発表します。あと1週間もないからできる範囲でってことになるけどな。始めた時期だったりプレイ時間だったりでどうしようもないこともあるからね。とりあえずワールドクラス成長版と世界の栄冠のミッションを進める。それが終わってる人は可能な限り周回してお守りを集める。うちの箱庭から考えると6種全部を PSR にするのに多分100年はかからない感じ。80年ぐらいでいけるんじゃないかと。ワールド成長版の効果は栄冠9には影響しないけど、PSR お守りは貴重だからね。うちの監督はアナグマのお守りを PSR にできるのでしょうか?毎年決勝でイタリアって祈ってるらしいわ。それでは今回はこの辺で。締めの挨拶だけ監督にしてもらうわね。それでは、チャンネル登録と高評価よろしければお願いします。またねー。